腹ペコアザラシと申します。三国志14、難易度は上級、シナリオは呂布討伐戦、選択君主は呂布、第25回を始めさせていただきます。前回は城兵を陥落させ、馬頭とは函谷関、曹操とは陳留南で激戦を繰り広げているところで終了となりました。それでは今回も、もしお時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。いやー、この2台の投石台が本当にいい仕事してますね。はい、であと捕虜返還でコーランさんはちょっと絶対に返してほしい。本当にもう結構昔から頑張ってくれてるからな最近。心得ました。はい、では陳留から出撃いたしましょう。高順徐行、この2体魚鱗でこちら長者に進軍いたしましょう。出陣する。もうちょっとね、長者はちゃんと奪っちゃいましょう。はい、で両風もこちらですね、迫っていると。そしたらこの義越隊が陳留に入ったら、陳留から兵器陳宮あたりを出しましょうかね。陳宮か劉邦の方がいいかな。はい、それでは陳留南のいつものこの戦いをちょっと見ていきましょう。今回はいいんじゃないか。関羽の軍神がうまく当たりましたからね。成功だ。あとは曹操が逃げないかっていうところですね。共に行こう。うわー、マジかー、コーランが裏切ったというか、うわー本当に。よし、曹操壊滅ですね。達成いたしました、達成いたしました。やはり全然違うな。ご確認ください。で呂布は南から進んでいると。そしたらちょっと高順は呂布と、いや最終的に合流すればいいだろう。そしたら劉備と関羽が歩を取り返した上、こちらの陣を攻撃しましょう。でこの2体はこのまま敵接近時攻撃で、この陣まで攻撃を仕掛けましょう。これで女性は多分倒せますね。いやー、長者を落とすのは念願だな。ここの陣を落とす、この歩を落とすことは本当に大きいぞ。でこの辺り長者は一体建設上限10、結構建てられますね。そしたらこことここに投石台置くか、それもいいな。ここに置くと3マスだから長者にかかると。でこの辺りぐらいにもまた置いて迎撃するのを防ぐといいですね。でまた長兵と報徳が懲りずに出てきたと。そしたら文秀さん頑固で兵士数マックスで、ちょっとここまで進軍しましょうかね。あんまり近すぎると多分ね、突っ込んじゃうんですよね、ちょっとつだから。だからちょっとそれを防ぐためにね、ちょっと手前まで布陣しましょう。では進めていきましょう。巨匠から軍が動くかな。さすがに動けないか。成功しましたぞ。あ、投石の書を見つけたのがいいですね。いやー、でもほんとちょっとショックだな、コーランさんが裏切ったのは。お、女性が逃げようとしてるけど捕まりそうですね。よし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 。いやー、捕らえることはできなかったか、仕方がない。ご確認ください。はい、報酬配れる方は特にいないと。で文秀はこちらまで来たと。なんで。そしたらここまで進軍でいいでしょう。奉仕なのでね、多分すぐにもうついちゃうでしょうからね、いいんじゃないか。文秀が後ろにいれば多分長飛たちが勝つことはないでしょう。それでは長者の歩を落としてから投石台を置くとかいろいろやりましょうかね。で両歩もこの歩を落としたらここまで進軍しましょう。任せろ。いやー、あんまり近寄らせると関羽とね、呂布はね剣王武将のはずなので、ちょっとねあんまり近寄らせないようにしましょうかね。はい、では進めていきます。これで巨匠も
包囲がほぼ完成ですね。必ずやお役に立ちましょう。当然だ。よし、カナを発見したから、やばいやばい、取られる取られる。はい、カナの治療ですね。ずるいぞずるいぞ尊敬、ご確認ください。ずるいぞ尊敬。尊敬あと2マス、旅霊機あと、あ違う、尊敬あと3マス、旅霊機あと2マス。ただしこのね、林というか森があるので、あとはどちらが早いかですね。なんとか取ってほしいけど、まあ仕方ないか、取れなければ。はい、ではこの2人が長者取りましたね。そしたら、こちら建設で、とりあえず投石台建てましょう。命令かな。でこちらにも投石台を建てましょう。褒美か。こちらの陣を攻撃しましょうかね。では陳竜から出撃いたしましょう。満潮とチョコ、こちらの2人出しましょう。では満潮投石、長江はこちらのまま、魚鱗でいいですね。では巨匠に対して攻撃を仕掛けましょう。我に続け。あとは巨匠に対してジョナンとかから兵が出てこないかが一番怖いな。横からかっさらうようなまねだけはやめてほしい。では進めましょう。やはりだ、出た。ん、ただこれは深夜に向かって攻撃じゃないか。そうですね、このルートは都市攻撃深夜。よしよしよし、いいぞ尊敬。そうなってくるとちょっと曹操は本当に死にたいになりますね。これは縁から、やはり呂布とか巨匠の防衛隊ですね。ああ、これ投石台効きますね。いいですね。間に合うかな、完成が。よし間に合った、これは素晴らしいぞ。お、大芝に任じられましたね。やった、これで采配武将がまた一人増えましたね。聞いてください。はい、とりあえず追いかけっこというか、こちらの確かそうだったかな、歩はなんとか我らのものになったみたいですね。では旅霊機はこちらの歩を取って、こちらの歩を取って、ここの歩も、いや、そうですね、ここの歩を取ってこの歩も取っていきましょう。では上皇はちょっとこちら一歩進みましょうかね。ではこの隊はこちらの歩を落とした後にここまで進軍いたしましょう。長皇は今の上皇の位置まで進軍しましょう。いや、高順だな、高順がここまで進軍した方がいいな。任せて、ちょっと徐行を守るっていう意味でね、少し投石台の完成はもう少し後でいいでしょう。なので長領がこちらを完成させに行きましょう。承知した、これでいいでしょう。では進めていきます。果たして巨匠からは出てくるか。達成いたしました。よし、いいんじゃないか。投石台も効いてますしね。あ、しまった、采配武将入れるの忘れてましたね。これはいいだろう。投石台がすごく効いてますね。報告いたします。あ、そうだ、函谷関の交戦は、あー、文集が出てっちゃったんだ。そうか、宝徳を倒したから文集が出てってしまってるんだな。でもさすがにこれは張飛を倒せそうですね。はい、ではこちらもう一人、誰にしようかな。張良、光純、これから肝心家とか入れた方がいいので、工事の方がいいですね。はい、巨匠の周りの歩はどんどん丸裸にしていきましょうね。旅霊機を守るためにちょっと旅歩はここまで進軍しましょうかね。
スロードコに投石台作ってやりましょうかね。嫌がらせのように投石台作ってるな。はい、ではジョコはちょっと南に進軍、コウジュンはもう一歩進軍しましょうかね。いやーでもちょっとジョコが袋叩きになってるな。なんとかなるか。では進めていきましょう。巨匠からは出陣しないと。お、花公園がジョコに一騎打ち。これは名勝負ですね。多分ほぼ同じじゃないか。いやーほぼ同じですね。ではこれは見ていきましょう。この妙才の前に知るがいい。なんとかなるか。おのおのの錆にしてくれん。頑張ってください。いけないか。いけると思うんだけどな。1ぐらいの棚に対して、あーダメだった。もう少し。いやーこれはちょっとジョコを逃がしたいな。やばいやばい、袋叩きだ。あー、ジョコが壊滅した。あー、しかも捕らえられた。投石台が壊される。いやー、ご確認ください。ちょっと捕虜変換しましょう。でもなんか最近捕虜変換うまくいかないな。わかりました。ではカウンターにでちょっとサポート行かせましょうかね。任せよ。で劉備隊も長者まで進軍しましょう。どうした。で長領もちょっとね、敵設計時攻撃で少し進軍しましょう。投石台が壊されると多分一気に脆くなってしまう。コウジュンももう囲まれちゃってますからね。どうした。はい、で満潮は呂布と歩みを同じくしましょうかね。ここにあら、投石台建設条件を満たしてない。ここには建てられないってことか。ん、もしかして任命姿勢で。やはり施設開発助行だったのか。とりあえずこれでいいでしょう。ただ建てられないんだよな。そうすると今はそうなんだよな。次のターンにならないといけないんだよな。そしたら呂布は満潮と合流させましょう。これでいいでしょう。あとは両霊儀がちょっとね、後ろから撃たれないかが心配だな。で巨匠対1万1千とかも進んできてるので、ちょっと巨匠の攻防戦は少し重要になってきましたね。ここは必ず落とさないといけないですね。行くか。はい、それでは巨匠周りをちょっと見ていきましょう。巨匠から出陣しないか、それが一番心配だな。大丈夫ですね。いやー、とりあえず工人はもう無理そうだな。お、でもこちらの投石台も効いてますね。あー、ここの投石は壊されたか。あとはなんとかなるかどうかだな。ちょっとゆっくり見ていきましょう。軍神ん、お、長領の両雷両雷が入ったのかな。よし、いいですね。ご確認ください。あー、コウジュンが兵団を切られた。ちょっとこれはもうコウジュンどうしようもないですね。ただ動けるはずだからちょっと逃げてみましょう。長者まで進軍です。では長子は道を開けながらここに建設投石台と。いや、とりあえず守らなきゃいけないんだよな。それなんだよな。ここに投石台の方がいいか。心得た。これでいいんじゃないか。本当はここがいいんですけどね。で長領と関がこちらの方まで進軍しましょう。で劉備隊もここまで進軍しましょう。これで巨匠隊たちの防御はバッチリですね。そしたらここに建設で投石台2人で建てましょうかね。その方がいいな。
任せろ。これでいいでしょう。そうすれば巨匠から出てきてもこの投石台も盾になってくれますからね。はい、それでは進めていきます。巨匠から兵が出るか、出てこない。いやー、これはもう勝ち確定だな。いやー、上皇、よしよしよし。いやー、もう全然承諾ですよ。いいですね。使者がお待ちです。いやー、同盟ぐらい別に結びますよ。だってぶち当たらないでしょ、あなたとは絶対。よし、歴戦の経験がこの長江の力だ。いいですね。よしよしよし、しまった。いいですね、捉えました。いいですね。ご確認ください。そしたら劉備はこちらに入ってこちらの補修と、任せてくれ。で関羽もここまで進軍しましょう、うん、いいですね。隣接効果もだいぶ、お、ここを取ると包囲線量が発生するのか。そしたらちょっと旅歴で狙ってみましょうかね。うわー、来てるなー。この部隊は集大隊っていうことはこちらか。なるほど、孫権と当たろうとしてる軍ってとこですね。となるとこの巨女隊たちを倒せば我らの邪魔をする軍はいなくなるということですね。何か。では光順は兵が少ないんですが、ちょっと呂布たちと行動を共にしましょうかね。で呂布と満潮はちょっと攻め込みましょう。分かった。さあ、あとはやれるかどうかだな。巨匠耐久4000か。陳竜からちょっと送らないといけないから、でもまあこれだけ部隊がいればなんとかなるだろう。では進めましょう。あ、出てきた。そしたら呂布隊の天下無双をタイミングよく入れていきましょう。あと一歩進んでくれ。よし、では天下無双を曹操に当てていきましょう。この呂布の前に敵などおらぬ。これで北の帝育以外は壊滅でしょう。よし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 、いいですね。展開を望んでいます。はい、いや絶対返さないですね。よし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 、お、長江が巨匠に一騎打ち。いやー、これは無理だろう。でも7しか差がない。いやでもなんか個性がたくさんあったぞ。の長がここにあり、いくらでも相手になるぞ。ただギリギリ7ぐらいの差なら勝てなくはないぞ。いやー、ちょっと無理そうだな。無理か無理か。あー、ギリギリだった、惜しかった。まあ仕方がないですね。はい、皆の命、おっ、このいいですね。このようなはい、満潮もつきました。兵器が取り付いたので聞いてください。はい、であとは光順さんはこちらまで進軍しましょう。ここ承知した。はい、攻撃入れましょう。ここそしたら旅令家はこちらを取ってこちらまで進軍して事後命令退却ということで帰ってきてもらいましょう。はい、であとは巨諸隊のみか。長江は適切近似無視にしてちょっと巨匠の攻撃隊に加えましょうかね。で関羽を、
チョチョに対して攻撃を仕掛けましょう。はい、これでいいんじゃないか。はい、では報酬を配れる方配っていきましょう。かたじけない、いいですね。上皇さん戻ってきてくれて嬉しいな。でまた韓国館にあの張飛たちが詰めてるので、もうね文秀さんにご出馬願いましょう。とりあえずここまで進軍しましょう。出番だな。では進めます。補修して終わりだよな。すぐに補修できるよな。はい、では肝心へ入れていきましょう。肝心へに落とせぬ陣はない。いいですね、両夫との連携です。いいですね、長江も逃げてます。あー、長領が一騎打ちか。なんでだよ、勝ってる状況で必要ないだろう。いやー、ちょっとこれはどうなる。押してまいるぞ。いくらでも相手になるぞ。長江が体力を削ってくれるっていれば、あ、切ってくれてるけど体力は、いやもうダメだな。あ、でもなんとかいけるか。あー、いけた、いける。よし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 、勝てると思えなかったけど長江のおかげだな本当に。はい、耐久値半分ですね。これは巨匠落とせますね。ご確認ください。いかがだったでしょうか。そろそろ巨匠の攻略戦も先が見えてまいりました。あとは気になるのはジョナンから足の速い軍が攻めかかってきて横からかっさらわれるっていうところですが、まあそれもね、孫権自体はジョナンから深夜に軍を起こしているということもあって可能性としてはほぼゼロだと思います。今回はこれで終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。